今日も元気にお過ごしですか。久米真理恵です。脳のさまざまな機能を障害し、命にも関わる脳腫瘍。そんな脳腫瘍に対して、さまざまな技術を用いた新たな手術が行われています。詳しくお聞きします。教えていただくのは、鳥取大学医学部附属病院脳神経外科。 神戸篤子講師です。神戸医師は脳神経外科の専門医。神経講師をはじめとした悪性脳腫瘍の治療研究を行っています。今回のテーマは脳腫瘍の新たな手術です。神戸先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず、そもそも脳腫瘍とはどういった病気なのか教えていただけますか。脳腫瘍ですけれども、頭蓋内組織に発生する腫瘍の総称になります。 脳腫瘍が発生すると、記憶障害や運動麻痺など、症状が出現することがありまして、そういった症状が出ますと、普段の日常生活にも大きく影響を及ぼしますし、症状が進めば命に関わることもある、非常に怖い病気ではないかと思いますこの脳腫瘍ができる原因っていうのは、何かかあるんでしょうか一般的に脳腫瘍ができる原因というのは、ほとんど分かっていないのが現状でして。 まあ普段の例えば食生活とかタバコとかそういったものが原因というわけではありませんのでなかなか予防というのは難しいかなと思います今回はそんな脳腫瘍を取り除く新しい手術方法について教えていただきますまず脳腫瘍にはさまざまな種類があるということでこちらにまとめました原発性と転移性というので2つに分かれるということなんですがそれぞれどんな違いがあるんでしょうか えー、原発性の腫瘍に関しては頭蓋内の脳の細胞や神経などから、えー、そのものから発生するものになりますまた原発性には良性と、えー、悪性がありまして良性は髄膜から発生する髄膜腫や下垂体腺腫などが代表的なものになりますあと悪性のものに関しては脳の中に発生する神経膠腫や中枢神経系の悪性リンパ腫などがあります転移性のものもは 他の、えー、体の中の臓器のがんが、えー、脳に転移したものになりますこの原発性と転移性ではどちらが多いんですか一般的には原発性の脳腫瘍の方が多いというふうに言われていますそんな原発性の中でも最も多く見られるのがこちらです神経膠腫グリオーマということですがこちらはどういったものになるんでしょう神経膠腫ですけれども、えー、主に脳の中に発生する悪性の脳腫瘍になります 特徴としては特に悪性度の高い神経子では増殖速度が非常に速くて週単位で腫瘍は大ききくなってきますまた画像ではこういった形で腫瘍と脳の境界がはっきりしているように見えるんですけれども実際肉眼ではこの正常な細胞との境界がはっきりせず染み渡るように浸潤していくような腫瘍になります。今回はは神経をはじめとした 脳の中にできる腫瘍に対する新たな手術ということでこちらになりますマルチモダリティ手術ということなんですがこれはどういったものなんですかマルチモダリティ手術ですけれどもさまざ、あ、まな医療技術や医療機器を用いて行う手術になりますが、まあ、最大の特徴としましては周りの正常な脳の機能を、えー、極力温存しながら最大限 腫瘍を摘出することができる手術方法になります。これまでの手術とはどういう点が違うんでしょうか。えー、従来の、えー、手術では、まあ実前に頭の、えー、MRI や CT を取って、えー、脳腫瘍の位置や大きさを確認することはできたんですけれども、実際まあ手術中に、えー、そういったまあ腫瘍の、えー 位置ととかを把握するというのは肉眼的な判断になってたんですけれどもこのマルチモダリティ手術が導入されて以降は術中に腫瘍の位置を確認することができたり周りの正常な脳の機能を判断することができるようになってより安全に手術をすることができるようになったのではないかと思います。 このうちマルチモダリティ手術の鍵となるのがニューロナビゲーションシステムと覚醒化手術ということで詳しくお聞きしていきたいんですがまずニューロナビゲーションシステムということで左はナビゲーションの機械そして右は手術中にモニターに表示される 3D 画像ということですがどういった機械なんでしょうか。 ニューノナビゲーションシステムは、えーまあ、最近では脳腫瘍では、えー、多く使われている医療機器になりますけれども、まあ、リアルタイムで、えー、脳の位置を確認することができる、えー、システムになります、まあらかじめ MRI の画像をこのナビゲーションに取り込んでおきますと、えー、手術中に脳のどの位置を操作しているのかをこのカメラで位置を確認してこのモニター上で、えー 教えてくれる装置になります手術で触っている部分が分かるというそうですね、まあ、こちらのナビゲーションシステムは、えー、当院で使用している、まあ、最新式のものになるんですけれども、まあ、画像を、えー、事前に取り込んでおきますとこういった形で 3D 画像として使用を位置を教えてくれるのと。 MRI で拡散点する画像というものを、えー、撮影しますと周囲の大事な、えー、運動神経とか言語に関わるような神経の繊維の流れを、えー、自動で、えー、描いてくれるようになっています腫瘍までの距離っていうのも分かりやすいそうですねですのでまあ脳の大事な機能例えば言語や運動に関するような機能を温存するというところでは、えー、かなり有益な、えー、システムではないかと思います 続いては覚醒化手術ですこちらは文字通り覚醒化、意識をはっきりさせたまま行う手術ということなんですがどういったことのものなのか詳しく教えていただけますか覚醒化手術は、えー、運動中枢とか言語中枢といった、まあ、脳の中でも大事な、えー、機能しているところのすぐそばにできた腫瘍の場合に行うことが、えー、多い手術になりますけれども。 まあ最初全身麻酔をかけて頭を開くんですけれども頭を開いた状態でわざと麻酔を切って患者さんの目を覚ましますで目を覚ました状態でリアルタイムで運動機能とか言語機能を評価しながら手を取っていくという手術になりますでは実際に鳥大病院で行われた手術の映像があるので見てみましょう この患者さんは運動中枢のすぐそばに腫瘍、えー、ができた患者さんで現在覚醒状態になっておりますあ足が動いてますねはっきりした意識の中で手術が行われているっていうのがよくわかります腫瘍を取りながら、えー、手足を動かしていただいて、まあ、実際に運動機能が 落ちててなないかを確認しながら腫瘍を取っているところですちょっと私には信じられないんですけどあの痛みとかかないんですか基本的に脳の中は痛みを感じる神経は通っていませんので実際、まあ、脳を触ったり腫瘍を取ったりしても患者さん自体は痛みを感じることはありませんただあの頭皮とか、はい、脳を負っている硬膜には痛みを感じる神経が通っていますので 神経ブロックをして、えー、目が覚めたときに痛くないようにしてもらっていますこちらが先ほどの映像の MRI の画像ということで術前術後ですねこう見るとかなりこの神経に腫瘍が近いようなんですが やっぱり運動で動かすことによって腫瘍と部分が分かりやすいっていうところがあるんでしょうかそうですねあの、まあ、覚醒化手術することによって、腫瘍を取っているときにあの、運動神経を痛めてないっていうのが実際に分かりますので、そういう意味では、安心して、えー、手術をすることができます。手術の途中にわざと目を覚ましていただいて、実際、手術に協力してもらいながら、えー、行う手術になりますので。 まあ、例えばその運動麻痺がもともとある方とか言語障害があってうまく会話ができない方というのはなかなか難しいというのがありますしあと小さなお子さんなどは、えー、麻酔が冷ました時にパニックに陥ってしまいますのでちょっと難しいかなと思いますし、まあ、高齢の方とかは、えー、麻酔がなかなか切れなくていい状態で覚醒させることができないのでちょっと難しいとは思います。 本当に患者さんの理解と協力というのが必要になってくるんです、ね、そうですね。鳥大病院ではどれくらい行われているんですかそうですね、あのこういった、まあ、運動中枢とか言語中枢のすぐそばにできる脳腫瘍というのはそんなに多くはないということと、まあ、先ほどあの患者さん側の条件というのをお話ししましたけどそういったものが全部トータルで合致する方というのはそんなに多くは実際ないんですね。そのため、まあ あの当院では年間に3から4件ほどやっておりますただ一応山院地区では唯一覚醒科手術の認定施設になっておりますので山院両県から患者さんを受け入れております治療も進化しているということなんですが脳腫瘍というのはそもそも治る病気なんでしょうかか悪性の脳腫瘍に関してはなかなか ええ、完治の状態になるというのは難しい。とは思います。ただ、まあ。早いうちに見つかれば、周りの正常な脳の機能温存しつつ。まあ、最大限使用を取ることができますし。それが、まあ、予後の、改善にも、結びつくのではないかなと思っています。脳腫瘍の主な症状としましては。こちらに、まあ、書いてありますように、頭蓋内圧亢進症状というものがあります。 頭蓋内圧亢進症状というものは、えー、頭の中に腫瘍ができますと周りの脳が、えー、むくんできますその結果頭の中の圧が高くなって起こる症状になります、まあ、初期症状としては頭痛や吐き気などがありますが症状が進行すると意識障害が出て、まあ、最終的には命に関わる状態になってしまいます あとまあ局所症状、えー、別名総症状とも言いますけれども代表的なものとしては痙攣発作というものがあります、うん、まあ具体的には手足の震えだったりとかあと意識,の意識がなくなってしまったりとかそういった症状が出ることがあります、まあ、こういった症状がある場合は早いうちに医療機関に行って頭の検査を受けられた方がいいかなと思います 今回ご紹介しましたマルチモラリティ手術ですけれども脳の機能を極力温存しながら最大限使用を摘出することができなおかつ安全に行うことができる手術で方法ではないかと思います。たこういった手術におきまして、えーまあ、脳の機能を温存しながら安全に摘出する上にはやはり早期発見というのが大事かと思います。神戸先生ありがとうございました。ありがとうございました。 脳腫瘍の手術は、さまざまな医療技術により進歩しています。気になる方は専門の医療機関を受診しましょう。聞いて納得医療最前線次回のテーマはご覧の通りです。ぜひご覧ください。